これだね。さっきあんたはこの会社には解放の花の関係者はおらんと言うとったが、幹部の鳥居さんの自供によると解放の花の内通者がおったそうやないか。僕は知りません。じゃあ質問を変えるわ。1周年記念セレモニーを仕切るイベント会社を召喚した人間は誰や。それは僕が扱うことじゃありません。部長局長クラスの会議で決まったことですから。ふーん、内通者は地位のある人間だってよ、人間だってよ、やな。こんにちは。こんにちは。あや、後藤さん。どうしてここに。はい、イーストリーフに居合わせた人の身元確認が一段落ついたんです。それで私情報を集めながら推理もしてたんですけど、どうにもピンとこなくって、名探偵ぶりをこの目で見たお二人の推理を拝聴したいなーなんて。そうでしたか。でもすいませんね、今はまだいろいろな可能性を拾い上げ一つ一つ精査している段階なんです。要するにまだ何も分かってないっちゅうことやんけ。そっか。あら、そうなんだ。何か分かったら小さなことでも教えてくれるとありがたいで。なるほど。だったらこの話も聞いてもらった方がいいのかな。なんや。あのね、昨日の夜このビルの屋上から剣気の動く音がしたの。ほら、やっぱそうだよ、吊るしたんだよ。それは一体何時頃の話や。テレビ局のアルバイトが終わった後レストランで夕食をとっていた時だから、確か夜の11時くらいかしら。夜の11時。あれだよね、かなこさんが出てきたのも確か11時頃だよね。音が聞こえたんだって。バカな、そんなのは空耳ですよ。建築中でもない屋上で剣気を動かすなんてありえません。だいたい屋上に行けるのは限られているんですから。出すから。まあそれもそうですな。事件で気が高ぶると聞いてもいないことを聞いたような気にもなるものです。ちょっと毛利さん、それはないんじゃないですか。毛利さんにはかなわないかもしれないけど、私なりに頑張ってちゃんとした探偵になろうと思ってるんです。そうだそうだ、可愛い女の子の言うことは本当だ。聞いてないことを聞いたなんて証言絶対しません。そうだそうだ、可愛い女の子の言うことは本当だ。いや、でもしかしですね。なあ、後藤の姉ちゃん、あんたが聞いた剣気の音って一体どんな感じの音だったんや。グイーン、キリキリキリって感じの音よ。あ、上に上がって伸ばしてる音だな。そう、クレーンを上げるときみたいな、そんな特徴的な金属音だったわね。ほーん、おおきにな。あんたの話、もしかしたらこの事件を解く鍵になるかもしれん。本当？私だって探偵志望だもん。頑張れ。はい、オッケー。で、キット。じゃなかった。はるばるやってきたのいいが、あまり収穫はなかったぜ。当たり前ですよ。弊社は黒津安氏と関係なんてありませんからね。大河内がかなこさんと黒瀬の関係について吐いたって真実カードが来とったな。俺も直接話を聞いてみたい。この後はスタジオに行ってみようか。帰ってきた。あら、服部くん、遠山さんをお探しなのかしら。そんなわけあるかい。そんなんじゃあらへんわ。俺は大河内さんを探しんやな。あら、残念、一足違いだったわね。大河内は刑事さんに連れられてさっき出ていたところよ。そうか、間の悪い話やな。おお、新しい真実カードやないか。なになに、ノースリーフが殺害現場の可能性ありやて。どうしたの服部くん、すごい形相してたわよ。キャロラインさん、ノースリーフの高級マンションに住んどったよな。ええ、そうだけど、何かあったの？あんたの息子さんや探偵団のガキどもかな、ノースリーフの屋上で黒津康のものらしき血痕を見つけたらしい。何ですって。黒瀬さんは昨日の夕方ノースリーフの屋上で殺されてたみたいなんや。なんか変わったことはなかったか。そう言われても私は家にいる時間が少ないの。近所の方と話すのは子供絡みの付き合いくらいよ。そうか、いや、子供絡みで話すことがあるならちょうどええ。これを聞いてみんとな。そう
例えば子供たちの間で都市伝説になっとるノースリーフから飛び出す怪人、そういう一見関係なさそうな話でもええ。なんや、心当たりはないか。空飛ぶ怪人、確かに翼がそんなことを言ってた気がするわね。思い出したわ、時々ノースリーフの屋上からセントラルタワーに向けて赤いレーザー光が出てると息子の友達が言ってたそうよ。レーザーポインターで誰かがいたずらをしてるのかもしれないと。その子のお父さんが屋上に行って確かめてみようとしたら、式典準備のため立ち入り禁止という札がかかっていたらしいの。お父さんは式典準備ならしょうがないと部屋に帰ってきたらしいけど、その時解放の花が火炎放射器を運び込んでいたのかしら。セントラルタワーに向かう謎のレーザー光線な。なるほど。話しておいてなんだけど、子供の噂話なんて事件には関係ないわよね。いや、何気ない話の中にこそ真実のかけらが混ざっとるもんや。ええ情報聞かせてくれて大きいな。やっぱりクレーンを使って飛ばす練習をしてたんじゃないかなと思うんだけど。きっと。矢口さん、森山コーポレーションの技術部長だったっけ。ああ、そうだよ。今回のテロでもいろいろ骨を折ってくるじゃねえか。って、お前は組織に入ってまだそう経ってないんだっけ。矢口さんは黒瀬さんと森山コーポレーションへの対処をめぐって激しくやり合っていたんだ。黒瀬さんが甘いから森山社長は警察に相談しようと考えている。そんなことをされたら解放の花は終わりだ。森山へ制裁を行うべきだ。ずっとそう言ってたんだ。そうだったのか。それで黒瀬さんはなんて。冷静にみんなの前で言い切ったんだ。解放の花は殺人は犯さないと。そりゃそうだよな。矢口さんもそこは承知の上で解放の花に加わったんじゃないのか。まあな。でも矢口さんはそんなことを言っていても今警察に踏み込まれたら全員の努力や準備が無駄になってしまう。そう悔しがっていて。なるほどね。まあそういった経緯から殺そうとしたのかな。それに矢口さんは森山コーポレーションの技術部長だ。クローバーヒルズのネットワークを作った人でもある。矢口さんなら黒瀬さんが生きているふりをしてメンバーにメールを送ることだって簡単だったはずなんだ。なるほどな。この男の話にも一理あるような気がする。なかなか面白くなってきたぜ。あ、で、犯人だ。犯人さん。犯人さんっていうのもおかしいけど。開始します。完了しました。名探偵も解放の花も思い通りに踊ってくれている。クローバーヒルズを知り尽くした私に彼らが勝てるはずもないというのに。でも念には念を入れて最後の切り札を用意しなくては。狙いは毛利探偵や江戸川コナンだけではなく工藤新一とも関係が深いあの少女。まさか愛ちゃんか。まさか灰原愛か。毛利蘭、また蘭姉ちゃんが捕まっちゃう。じゃあメインヒロインは後に回そうか。先に愛ちゃんに行こう。6時5分ノースリーフ屋上。あれたち人質を救っただけじゃなくて殺人事件の手がかりまで見事にゲットしちゃいましたね。そうだね。おい赤峰の坊や、採取した資料を科捜研に届けたいんだが、電話もメールも使えないと来ているからな。人工島を出たところまで行って科捜研の人間に連絡を取ってくれないか。わかりました。お安い御用ですよ。俺は一旦スタジオに戻ろうと思うんだ。母さんがいるはずだしな。探偵団のみんなはどうする。そうですね、特にこの後しなくてはならないこともありませんし。ねお、スタジオに行くのかい。みんなで。俺も。よし、決まりですね。早速行きましょう。じゃあ私たちもここを出るとしようか。
アイちゃん、何を書いてるのかな？テレビスタジオに行かないのかい？気安く呼ばないでって赤嶺さんに一つお願いがあるの。一体どんなお願いだろう？イーストリークのクレーンを使って荷物を飛ばすことができるか知りたいの。簡単に条件をまとめておいたから、私を世話してくれている発明家アガサ博士にこの計算が合っているかどうか確かめてもらいたいの。でもクローバーヒルズからは外部に連絡はできないから。わかった、科捜研の人に連絡するときにこの件を博士に問い合わせてみるよ。アガサ博士全然出てこなかったもんな。ええ、頼んだわ赤嶺刑事。わしじゃよわしじゃよ。じゃあ科捜研の女の方に連絡を取ってる赤嶺刑事を置いといて、先に子供たち行こうか。テレビスタジオだって。レッツゴー。おい、これ真実カードで見たぞ。見事です。自動移動式中継カメラでしたっけ。かっこいいな。こらこら君たち、機材には手を触れないようにね。あら、翼に探偵団のみんな、さっきまで服部君がここにいたのよ。一足違いになっちゃったわね。そうなんだ。もうちょっと早く来られたら平人のお兄さんと一緒に操作できたのかな。残念だよな。翼が前話してくれたレーザー光線のことについて話してあげたわよ。服部君、情報になるって言ってたけど。本当か？嬉しいな。レーザー光線？何のこと翼君。空を飛ぶ怪人が現れる前兆だよ。俺の友達が見たらしいんだけど、怪人が空を飛ぶ前には必ずレーザー光線が夜を切り裂くらしいんだ。すげえ。空飛ぶ怪人はレーザー光線まで出せるのか。ですね。念のために真実カードを見直しておきましょう。って、万年筆が落ちちゃいました。これ万年筆なの？真っ黒、鈴だらけじゃない。ケンタロウが見つけて持ってきたんだ。あら、うちで預かり始めた時みたいなことをするのね。だからさ、ケンタロウが気に入った女の人のものだと思うんだけど、こんな状態だからどんな万年筆かもわからなくて困ってるんだよな。普通に水で洗っただけじゃ絶対落ちねえだろうし。筒は重曹でこすると消えるけど、この建物に重曹なんてあったかしら。重曹がありそうな場所ですか。水族館、給湯室、イーストリーフ。水族館って言っちゃったけど、給湯室なんのか。オフィス、重曹でしょ。給湯室、そうよ。思い出した。あのね、私の家だとお母さんが台所掃除に重曹を使ってるよ。そうなの。オフィスには台所はありませんが、給湯室があるはずですね。そういえば、カズハさんとコーヒーを入れに行ったとき、棚の中に重曹を見かけたような気がするわね。そっか。母さん、給湯室まで行ってくるね、母さん。わかったわ、気をつけてね。この春日部達也殺人現場にあったコップをどうしますか、部長。全部、証拠物件だ、取っておけ。はい。今は給湯室にも入れなさそうだね。だったらさ、セントラルタワーを調べてみようぜ。本気ですか？いや、いい考えかもしれないぞ。もし毎晩タワーへ飛び立つ鍵が謎の怪人なら、そいつは今セントラルタワーにいるはずだ。ノースリークの屋上には怪人がいなかったもんね。今は怪人セントラルタワーの上にいるのかも。任せとけ。さあ、と決まったらさっさと怪人を捕まえに行こうぜ。遺体を抱えてセントラルタワーに飛んで行って、今は一休みしてるのかもしれないもんな。俺たちでも捕まえられるかも。なるほど。そうと決まったら早速行きましょう。エレベーターの前でおまわりさんが話してる。僕たちがエレベーターを使うのは難しそうですね。だったら裏手に回ろう。そっちには貨物用のエレベーターがあるんだ。あ、でも使えないって言ってなかったっけ。すごーい。翼くん、クローバーヒルズ博士だね。この辺りは俺の庭だからな。こっちだよ。
珍しいな、一機は故障中なんだ。もう一機はタワーの途中で随分長く止まってるみたいだな。故障中って書いてあるけど、このエレベーター動いてるみたいだよ。覗き窓から見てみて。ほら、音がするし。ワイヤーロープが動いてるのも見えるよ。これ、怪人が使ってるんじゃないですか？違うよ、キッドだよ。とりあえず、真実カードにしておこうよ。そうだな。使ってんのか。ん？なかなかもう一機の方も戻ってこないな。だったらサウスリーフの給湯室に戻ろうよ。おまりさんたちいなくなってるかもしれないし。行ったり来たり忙しいな。あ、見て、給湯室に誰もいないよ。これであれに翼の母ちゃんから教わったことをすれば、はい、持ち主がはっきりしますね。早くしろ、重曹、ワンワン。え、調査開始。どこを調べる？重曹がどこにあったかだよね。よし、重曹があったぜ。あとはこれを使ってあれをこすれば。あ、これで何？万年筆を選ぶの？万年筆はどこだ？これか。はい。あ、で、こういうことか。重曹でこすればいいんだったよね。そうです、こうやって。おお、なんか名前が出てきたぞ。かなこ島崎。かなこ島崎。かなこさんのみたいですね。ローマ字が読める小学校1年生、すげえ。かなこさんに知らせてあげようよ。きっと万年筆をなくして困ってるよ。そうだね。送信。はい。で、赤嶺警部。あれ、刑事？どっち？開始します。完了しました。どうも。6時10分、街路。懐かしい。ふぅ、こっちまで出てこないと電話ができないのって不便だな。あ、で、そうそう、愛ちゃんから頼まれてた仕事もしないとね。しかし。おお、博士！博士が出てきた、やっと出てきたぞ。愛ちゃん？アガサ博士、アガサ博士のアドレスはと、博士ってあだ名だと思ったから本名なんだな。よし、書けるぞ。あ、すみません。アガサはわしですが、一体何のご用ですかな？あなたが？ラッキーだけど、どうしてここに？いや、テレビのニュースで、グローバーヒルズが大変なことになっていると聞きましてな。愛くんや探偵団のみんなが心配になって、ここまで来たんです。電話もできず、橋が落とされたとかで、ね、島に渡ることもできず、困っていたところだったんですよ。そうだったんですか。安心してください。愛ちゃんも探偵団のみんなも全員無事です。今はもう安全な場所に避難してますよ。そうじゃ。よかった、安心しました。はい。あ、そうだ、ちょうどよかった。実は愛ちゃんの代理でお電話しようと思っていたんです。そうじゃ。はあ、愛くんの。博士に計算をお願いしたいとのことで。心配無用じゃ。お、それは一体どのような。ええ、この紙にある通り、この形式の長さのクレーンで重さがこのくらいの荷物を高低差が100メートルくらい、距離が80メートル程度離れている場所へ投げることが可能ですか？そう、ちょっと待ってくれませんかな。計算してみますから。さすが博士、頭いい。どうじゃ。お、理論的には可能と言えますな。おお、そうですか。にしてもすごいですね。こんなに簡単にババッと答えが出せるなんて。そうじゃの。弾道学という専門の学問になりますから、かなり複雑な計算になりましたが、以前発明品を作るときに簡単な計算プログラムを作っておりまして、それがこのパソコンに入っていたのですぐにお答えできたというわけです。そんな機械あったっけ？道具、秘密兵器、そんな弾道型がどうのこうのっていう。難しいことは分からないけど、すごいことなんだろうな。そのプログラムいただくわけにはいけませんか？心配無用じゃ。お、構いませんよ。メールアドレスを教えてもらえれば、あなたの携帯に添付してお送りしますから、愛くんにも転送しちゃってください。ありがとうございます。真実カードに写真をつける要領で、
プログラムを添付してカード化すれば良さそうだな。なんて便利なんだ。へえ。それでは僕はクローバーヒルズに戻りますね。めっちゃ笑ってる。アイ君や子供たち、それにみんな頼みましたぞ。はい。なるほどね。博士のクイズはないのか。あれ結構ね、悩むんだよね。なんだかんだ結構難しかったりするんだよな。6時5分、クローバーヒルズ。おう、どうした？申し込むのか、結婚を。王子様？聞きたまえ。君に話がしたいのだが。はい。何でしょうか？何や何や？これは、もしかして。おう、ついに言うのか？他の者がいる場所では話しづらい内容なので。いけませんか？タワーの中に入らないか？お話って一体何ですか？ああ、実はこの後さらわれない？大丈夫？あ、真実カードが、ちょっと失礼します。これって。あら、森山コーポレーションの、はい。どうしたアラン？顔色が悪いが。どうしよう。大変です、王子様。関係ないと思っていた水族館での殺人事件。その犯人は実は解放の花のメンバーで、黒瀬さんともトラブルがあったって。何？ローズリーフの屋上にあった血痕は黒瀬のものと断定された。はい。黒瀬が姿を消してから死亡推定時刻の間にノースリーフに入れたのは以下の4名だ。森山コーポレーション社長森山博道、森山コーポレーション、社長秘書小沢大輔、同じく技術部長矢口隆、そして島崎加奈子建築士だ。大至急彼ら彼女らのアリバイを確かめるんだ。いや、社長もういねえ。了解です。社長と矢口さんも捕まってるけど、ラン、今の話を聞いたか？はい、真実カードにしました。仕事が早い、ランちゃん。王子様ごめんなさい、お話ワードで聞かせてもらいますね。それなら分かった、私も協力しよう。わかった。この後、蘭姉ちゃんがさらわれーの、コナン君が助けーの、私にはやっぱり新一がいいのみたいな感じの状況を王子が見てしまって、私は告白はできないみたいなこと言って終わるんだろうな。やーべ、推理しちゃった。これは推理じゃねえ、妄想だ。まあ、似たようなもんだ。似たようなもんだ。蘭ちゃん！蘭ちゃん！何されたったん？王子様に何を言われたの？特に何も。あんなに思わせぶりに引っ張っといて。めぐれ警部が犯人を絞れたっていうのが聞こえたんだもの。話なんて立ち消えになっちゃったわよ。そうやったんか。って犯人が絞れたやて。うん、さっき真実カードで送ったでしょ。嘘。ごめん、和葉ちゃんと話してて全然気づかなかったわ。もう何やってんのよって。二人とも、あれ、森山コーポレーションの社長秘書さんやないか？小沢さんだね。また犯人候補になっちまったな。そうよ。なんだなんだ？ああ、もうその子ったら。よしなさい。小沢大輔、すでに調べはついていますよ。何がですか？僕は何も後ろぐらいことは。あなたは社長の目を盗んで、解放の花に森山コーポレーションの財務に関する機密書類を渡していましたね。あ、それは。おそらく。だが、いよいよ解放の花がテロを決行しようとする段になって、臆したあなたは、その書類を返してほしいと、黒瀬に直談判しに行ったそうじゃないですか。あ、それは。それでも黒瀬は返そうとはしなかった。あなたは後悔しますよとセリフを吐き、その場を後にした。そうですね。ああ。よしなさい。すでに調べはついているんですよ。これ以上否認し続ければ、あなたのためにもならないと思いますか？その通りです。社長には恨みがあったので、魔が差して。実直じゃなかったね。
でも僕はやっていません。そんなことで人を殺すなら、僕の婚約者をもてあそんで捨てた社長の方を殺していますよ。どうだか、書類を返してもらえず不安になったあなたは、黒瀬さんを殺害して奪うことに決めた。よくある話だと思いますがね。そんなことなら島崎女子も一緒のはずです。なんですって？解放の花のアリトに行った時、僕は聞いたんです。島崎女子が黒瀬さんと春日部さんに機密書類を渡したと。僕に動機があるのならば、島崎女子にもあるはずですよ。こりゃダメ社会人ね。確かにそうだね。二人とも何を言うとるんや。かのこさんがそんなことをしてたなんて、私はそっちの方がショックやで。でも噂話でしょ。何か裏があるのかもしれないよ。かもしれないけど。